それでは数十年前に日本史で、駿台全国1位を取ったことが、駿台模試で全国1位を取ったことある医師が解説する、歴史なんですけども、今この文科の黒須先生のこれを読んでますね。もう、第4課に入りました。ちょっと間が長かったんですけども、この「梵華の陣」というところの解説、今日が最後のところで、次からは隠岐の波濤ということになりますけども、その前に少し本当の歴史をね、ちょっと解説しておきたいと思いますけど、孫子の兵法って、今またね、この孫子というね、兵法っていうのが非常にもてはやされてるというかね、ビジネスにも有利やし、戦いにも有利やということで、基本原則というふうになってますけど、これもともとね、孫武と、いうね、春秋時代のね、軍事思想家が考えた兵法なんですけど、もう2500万年前ですね、BC の2500年前で、基本はね、もうよく知ってる、こう敵を知り、己を知れば百戦危うからずね、この言葉よく知ってますね。だから、もう情報っていうのが一番大切なんだよということですね。で、主導権を握ってね、多角的ね、変幻自在に戦い、で敵の無備を攻め、その不意をつく、ね、強いところを戦っても仕方がないから、ね、弱いところを戦い、そして敵と対峙するときは正攻法、ね、対峙するときは正攻法で、戦いは奇襲、ね、やっつけるときは奇襲を旨とする、それから守勢のときは、ね、鳴りを潜め、攻勢のときは一気呵成に畳みかける。ね、そして勝算があれば戦い、なければ戦わない、もう勝つための兵法ですからね。で、兵力の分散と集中に注意し、絶えず敵の状況に対応して変化することが大事。これね、もう本当にこの中の楠木正成もこの孫子の兵法を習ってたということなんですけどね。この楠木正成が、鎌倉幕府に行ってやった兵法そのものなんですよね。で、これを愛読してたということになるんですよね。で、このね、梵華の陣の中でね、やってたのはね、情報戦ですね、最後の情報戦で、後で出てくるんですけど、その情報をね、地域のつながりで情報を集める、スパイを利用して情報を、二重スパイにして情報を集める。そして、士官ね、正成自身が死という情報を流して情報を集める、そしてまた生き返るという、まさに孫子の兵法を、ね、実践した戦いであったということをね、それに重きを置いてね、今日は解説しますけども、後醍醐天皇がね、鎌倉攻めをチクられて、そして捕まって、時に後醍醐天皇が鎌倉攻めをね、作られて、それから、今度は後醍醐天皇が捕まった後で、正成はね、赤坂城で兵を挙げたんですよね。そんなどこの誰かわからん者がね、兵を挙げてね、もう鎌倉なんかもうそこにね、一気呵成に、鎌倉軍は来たんですけども、なかなかその島赤坂城を攻めることができなくて。いろんな兵法を使えてね、訓練をまかれたり、ネットをまかれたりね、いろんな兵法を使われて城を攻めることができる。そして膠着状態に陥った、ね、で陣は夏から秋になり、今度は冬になろうとしてた、ね、でその時にもう膠着状態になった陣ね、もうそれ正成の兵っていうのは、数千もいてなかったぐらいですけどね、数万の兵がね、千早赤坂に集まった、そこの千早赤坂に集まった兵をね、に向かって物売りたちが集まって、そして貝を売ったりとか水を売ったりするんです。もう暴利をむさぼってね、貝を売ったり水を売ったり、
兵がそんだけ集まったらもう飢餓状態になりますからね、もう物が非常に欲しい、でも高い金額で売られて、でもまあ食べ物の誘惑に駆られて欲しいという中でね、僕とつな農夫の夫婦があってね、餅をね、もうほんま薄い貝を10文で売ってた中で、熱々の餅を5文でね、焼いて香ばしい餅を、それが噂を呼び、こんな僕とくな正直な農夫が売るんだ。で、5文の、ね、餅は飛ぶように売れて、もちろん飛ぶように売れて、そしてその餅の噂を聞いた、大将がね、その餅を買い受けた。そして、夫婦にね、残りの餅を買い受けるから、持ってこいと、言わしたときに、ね、正成と妙子だったんですけど、その妙子っていうのは、門下がね、後白河法の忘れ形見では忘れ形見っていうか、落とした、ね、をね、救い出した女性だったんですけど、それはね、もちろん、このね、門官の立ち返るようにね、帰依してた女性ですからね、勇気を出してっていうかね、言って女性だけでね、餅を持ってった。そうするとね、その大将が今度は総大将に餅を持ってまいれということになります。もう戦いの中でね、女性が一人って餅を持ってまいる、まあ、その中でも、もう夜になると遊女が入り混じってたような時代やから、一人行って餅を持ってまいるとなると、まあ、その女性っていうのはもう春を潔というような形になりますよね。で、もちろん妙子はね、それに物怖じせず春を潔ぐんですけども、もちろんその中で総大将の中から春を潔いで、そしてその中から大切な情報を聞いてきた、ね、増兵なんかもうこれ冬越すんじゃないか、ね、長い戦いになるって言ったけど、総大将自身がね、もうこの作戦として籠城戦をするんやと。だからもう冬のね、時はここで待たなあかんから、またおいでというような形でね、一番重要な、ね、作戦を、ね、その妙子にね、伝えたわけですよね。そして、妙子がね、このスパイとなって伝えて、ね、聞いてきた情報でね、下赤坂城の攻めはね、力ずくではなくて、籠城戦になるというのが分かる。そうじゃあ籠城戦に対抗しようか、春まで対抗しようか、いつまで対抗しようか、ね、正成はそこで考えたんですね。いくら待っても対抗しても、ただ勝利のないね、対抗であってはダメやと。だから何をするか。ね。一旦ね、兵糧攻めになるという情報をね、聞き出したということからね、この下赤坂城をね、捨てよう。ね、そして、正成は士官としてね、情報を集めよう。つまりどういうことかというと、下赤坂城に火を放って、そして下赤坂城が落ちたと思わせよう。そして死体なんかはもうそこまでね、山と死んでますからね、いくらでも集められる。ね、お互いが内紛によって、あるいはもう、籠城によってもう先のないものと集まって自害したということでね、穴に死体を投げ込んでね、そして、大将兜をかぶせて、刀をね、持たして、そして、顔もわからないほどにね、焼け焦げさせた死体、火を放ったんですからね、正成の死と言い偽ろうと、そして相手がどうするかを様子見ようと、ね、そういう作戦出たんですよね。そして火を放った後はね、落ちた、赤坂城が落ちた、もう、ね、そこへ籠城してたね、軍勢がずーっと集まって、ね、赤坂城が落ちた。そして中にはね、二三十のね、死体、武将の死体が集まった。そしてこの中に正成の死体はないかどうか探してみると、ね、村の者もね、連れてきて、顔を改めです。顔もわからない。でも正成は親方様が亡くなったと、これ兜の形は間違いないと。
ね、でもまあもちろん、向こうも百戦錬磨ですからね、兜の形だけではない。あと何かないのか。あとはお前が信用できるもの何がないのか。そしたらね、刀を見てみよう。備前長船の銘が入ってないか。そしてもう、柄も焼け焦げた刀の中からその大将兜をかすった、ね、武将が持っている刀を見ると、備前長船と書いてある。間違いない。正成の刀。親方様ね、泣き出して、そうするともう向こうのね、敵陣もまあもちろんね、やっつけた、亡くなった大将軍も取った、もう、まあ、これ自体でもうね、鎌倉には言い訳が立つ。やったやった、正成の首を取って、そしてその正成の首は、京都のね、鴨が、京都の鴨の河原にね、さらされたということになります。そして大体のね、幕府はもうそこで、正成が亡くなった。あとはね、残るは、森喜親の、行方のわからない森喜親ので、沖に流された大ね、まあ鎌倉の勝利を確信して、これからも永遠する鎌倉を確信したけども、その中でね、佐々木道よ、足利尊氏、ね、この2人は正成の死を信じず、そして、楠木自身もね、仕官を行った楠木自身も潜伏してた中では、佐々木道よ、足利尊氏の返り忠を期待して、その後後醍醐天皇がどうなったか、追加のお楽しみ。